まこなこチャンネルです。初見ハード26話砲兵やっていきましょう。さて、砲兵は目の前だ。まずは目の前の砲兵の接近に成功したチームは攻撃を開始しろ。ちょっと仲間になって、これはこれ確かスナイパーライフルのはずなんですけど、3発撃てるというもの。結構あえてね、この武器を選んでおきました。おっと、武器がすごい飛んでる。倒し、あ、で前の方にこれ味方がいるんで、できれば合流したい。砲兵、そっか、そういう攻撃ね。わ、なんかもう前の方でこれお取り合ってもらった方がいいのかな。あれは仲間にするよりかは。懐に飛び込めば勝機はある。進め。砲兵を攻撃しろ。グラン A だ。うん、あ、でも前も強いのか。ミサイル系使える。ロケットか。戦車がいるんで、この辺りがよし。でこういう敵をね、あ、敵じゃない、こういう味方を使うためには前行かないとね。そうしないと味方のロックオン距離が届かないんで、無理してでも前行って味方うまく使わせないと。いけない。倒しきったか、倒しきったか、倒しきってない。なんか座ってるね。なんかもう王者の貫禄が今あったような気がした。今の敵には俺を撃ってみーみたいな感じだね。だがこれだけだったらまあなんとかなるな。倒しきったな。よし。敵砲兵が接近しています。なんだろうな、味方すごい奥にいるように見えるんで、あれは仲間になる味方なのか？びっくりした。なんで目の前にそんな。射程に入れないとダメなんだよね、味方を。こちらデルタ、敵の砲撃を受けている。攻撃をかいくぐれ。ちょい遠いか。回復アイテム味方のために取っておかんとな。被害甚大、砲撃でみんなやられました。これ後ろの方に残ってるのは誰だ。ああ、いるんだよな、やっぱりこれ仲間になってないのが。仲間にするか。置いてけぼり食らってるのが一人。あともう一体は戦車か。戦車仲間にならんからな。あーっと邪魔だな、目の前のフェンスが。これは一発一発が遅いのに失敗しちゃダメだな。うわー、なんか嫌な予感はしたんだけど、やっぱり前行くか。味方生かすためにはね。当たってなかった。今日まだ射程外なんでね。まず1回揚陸艇を確認。うーん、どこにおるんだ。揚陸艇が何なのかが分からんけど、おー、見事味方の戦車。エイリアンを降下させるつもりだ。あれか、上から降ってくるやつか。目の前。よし、なかなか潔いな、こいつは。まだ遠い。射程に入るまで待て。いやー、射程に入るまで待てじゃなくて、もっと前に来てくれ。あー、今揚陸艇上に見えたな。これね、もうみんな射程に入っただろ。これガンガン戦ってくれよ。うわー、失敗した。到着した。別動隊が到着のはず。了解。
よし、ここら辺、回復アイテム、ちょっと邪魔、これ射撃で動かせないからな、重くて。これで味方が少しは楽になったんじゃないか。あっち側だな、ちょっと移動するか、味方のところに。よし、まだ他にも味方が別角度にいるような感じなんだけど、向こう側。あれ、新たに仲間になる人か。でも仲間に死に行かなくてもね、これ倒しちゃえばいいんじゃないっていう話になっちゃう。よし、倒せない。あー、逆、あー、なんだ。よし、倒せない敵ではないからな、味方になくてもね。わあ、あっと、よし、公平の排除に成功した。ああ、全部終わったな。よくやった。これで勝ち目が出てきたぞ。終わったのか。仲間を兄弟だと思え、全員で戦う。あーっと、アイテム、ウェポンボックス欲しかったけど、最後まあ耐久3つ取って、でアサルトライフルとスナイパーアッパー系が登場、精度が上がったりとかダメージが上がったり、今使ってたイーグル G1 がこれ精度上がって弾速も伸びて、これものすごい連射速度も多少伸びたといったところ、うん、いい感じですね。ちょっと次のマップ見て、また市街地戦だそうです。これ群れを確認だからとなると、ロックオン系がいいのかなとかね、考えちゃうんですよね。ミサイルランチャーのこれか、もしくはロケットランチャー、どちらか。こっちだとね、ちょっと攻撃力が弱いんですよね、58と。ね。なので、この23発撃てる、これ、カスケードね、1、できれば次回使っていこうかなと思います。この続き、興味ございましたら、チャンネル登録して、次の配信連絡お待ちください。